はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は12人へのアオイちゃんデビューガチャを引いていきたいと思います。バナーキャラとして、12人へのアオイちゃん、まあアオイちゃんの別バージョンですね。あとは袴瀬ちゃんが出てます。で、40連目でバナー PSR 確定で、50連目だと、アオイちゃんの PSR が確定ということで、まあ前々からね言ってますけど、袴瀬ちゃん PSR をまだ持ってないんで、理想を言うと40連目で、せっちゃんが出て50連目でアオイちゃんを手に入れるというのが、まあ理想ではありますけれども、まあ、アオイちゃんはね多分野球マン、1号でいいんだっけ、野球マン1号ぶっ込めば別にプラゴには持っていけると思うんで、まあ、そこまで PSR2 枚欲しいかって言われると、まあ、母体が1枚あれば全然大丈夫なキャラだと思います。まあ、あの公的種碇守君と一緒だよね。 PSR1 枚出れば、まあ、他の別バージョンぶっ込んでプラゴに持ってきやすいっていうキャラではあります。バージョンが多いんでね。で、一応特能っていうか金徳を見てみると、まあ、鉄腕とど根性、これは両方取れるみたいですね。多分鉄腕が確定でど根性は不確定といったところかな。で、上限アップとかそういうのは葵ちゃんは持ってないんで、まあ、覚醒とかね、まあ、するかどうかすら分かんないんだけど、まあ、覚醒して、なんかのね、上限アップとかつくと、まあ、葵ちゃんかなり使いやすいんじゃないかなと思います。まあ、そんなところ、今のところあの上限アップなければもう金徳2つ取れないとね、ちょっと使いづらいっていうところはありますけれども、とりあえずまあ葵ちゃん PSR がね確定してるんで50連まで引いていきたいと思います。で、10連目は厳選5キャラから SR 以上のイペキャラ1枚確定ってことなんですけど、厳選5キャラが誰だかよくわかんない。本当に厳選されてんの？厳選5キャラ誰？おお、まあ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 確かにね、いいキャラではある。ってか、せっちゃんいっぱい。しどれみちゃんはね、もうちょっと、さらに別バージョンが出ないと、マジで余りまくってるから。という感じです。まあ、港ちゃん出たのはかなりいいですね。まあ、PSR プラス3で SR がちょいちょいある状況なんで、まあ、開放用の SR が出てくれるのは嬉しいところです。で、20連目、ここは12人への葵ちゃんが出ますと。まあ、SR 以上だからね。これ PSR 出たら40連で止めよう。てか3枚入ってる、まあ、枚数だけ出てもしょうがないからね。質だから重要なのは。マグロ、マグロはもういらない。ほら、通常のミオちゃんもいらない。で、同エも PR 出たけど PSR プラボだから、数が出ればいいってもんじゃないからね。じゃあ30連目、ここはバナーの SR なんで、まあどっちか。まあ、せっちゃんもね、葵ちゃんもね、別バージョンが結構出てるんで、そんなにニューバージョンを手に入れても、1枚あれば解放持っていけるんで、PR。まあ、PR が出てもね、所詮突っ込んで終わりだから。ああ、みなとちゃん、よしよしよし。そういえば、ここも2枚入ってたね。やった、みなとちゃん2枚出たのは、かなりの収穫だな。これでもう1回、プラ3から、SR のプラゴにしてぶっ込めるんじゃないか。 SR のプラ3からね、一気にプラゴになるとめちゃくちゃでかいんだけどね。で、ここはバナー PSR、 せっちゃんが欲しい。うん、葵ちゃんか、まあしょうがない。じゃあ次引かなくていいんじゃないかって思ってきた。そういえばだって1枚あれば大丈夫でしょう。さすがに解放してから考えよう。という感じで、袴瀬っちゃうね、相変わらず恵まれないですけど、まあいいや、とりあえずちょっと解放してからもう一回引くか考えます。ね、意外に解放できなくて、あのプラ3で止まりました。プラ3で止まって野球マン5号の PSR プラ5ぶっこんでプラス2機しか解放しなかったんで、それがちょっと痛かったかな。あと持ってる手持ちが通常の葵ちゃんがプラ3まで育ってるんで、そう、よくよく考えればね、無理して PSR 引かなくても、まあ葵ちゃんがいつか育ってくれると思うんで、まあそれで解放していきましょう。ちなみに
45で変化球ボーナスは、まあ、20ついて、45と50の違いはやる気効果ですね。やる気効果が50から100になるんで、まあ、点数の底上げにはなるんですけれども、とりあえず45でいいかなという感じです。で、鉄腕の方が確か二次得のね、一覧に加わったので、まあ、鉄腕同士を絡めて新二次鉄新二次鉄でいいの新鉄腕か、新鉄腕を、まあ、取れるようにはなってますというところですね。まあ、相変わらず二次得の一覧表が欲しいんですけど、なんかね、どっかに乗っけてほしいよねという感じで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。